はーい、えー、こんにちは、沖縄ババです。はい。今日が、このね、動画が多分メインチャンネルの最後の動画になると思います。今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。はい、えー、それからですね、えー、本当に、えー、皆さんにね、心からあ感謝したいと思ってます。はい。そして、えー、明日もね、えー、 元気なお顔でお会いできることを楽しみにしています。今日のね、最後のニュースは、やはりね、えー、ナチュラルなね、ニュースさんです。ナ,ナチュラルなニュースさん。はい、えー、ナチュラルなニュースさんからです。はい、えー、どうやらね、本当に、えー、食料というかね、いろんなものですね。えー、エネルギーとか食料とか経済のね、 キーがね、えー、迫っているようですねそのことについて詳しく述べていましたそして面白いことが始まりましたなんとねあのデンバーですねデンバーはいデンバーといえばねあのあっち側のねあのなんていうのかね壁画があったりとかちょっとねちょっと驚々しい感じがしますけどはいデンバーの空港はねはい、えー、デンバーなんですけどデンバーに住んでる人に えー、緊急持ち出し用の袋ですね。いわゆるリュックです。緊急の持ち出し用の袋をお皆さんに、えー、緊急用の袋をね、配り始めましたということです。 はい。えー、これ何なんでしょうかね。はい。えー、中に何が入っているかというと、お水ですね。お水。はい。お水と、あと、スープ缶です。スープ缶。はい。えー、あの、キャンベルのスープ缶みたいな感じの、あの、スープ缶ですね。はい。えー、スープの缶詰と、あと、あの、いわゆるクラッカーですね。食事用のクラッカー。まあ、言ってみればね。 ええ、まあ、あの、何かあった時に食べるような感じですね。あと、石鹸とか、なんかそういった身の回りのものがいろいろ入ってるみたいです。はい、こちらの方をデンバーの住民に一家庭一個ずつね。 え、配ってますよっていうことですね。はい、これが何を意味することなんでしょうか。あと、トイレットペーパーも入ってるって言ってました。はい、一体何が、な、な、何んなんだろうっていう感じですけどね。まあ、意図はありますね。これ。はい、いろいろと繋がってきます。はい、えー、つまりね、えー、もしかしたら、あー例のね、カクカクのシカジカですね。 えー、ロロろのね、角カクカク々のシカジカなのか、もしくは、ああ、字の新心なのかね、天のさいさいなのか、はい。まあ、そこら辺を想定しているんだとは思います。はい。えー、まあでもね、ロのカクシカジカっていうのはほぼほぼあの考えられないです。はい。えー、確率的に非常に低いです。はい。 えー、そういうことをしたらね、あのー、地球環境がね、はい、あのー、壁がないんでね、はい。えー、どこも全部が、あダメになっちゃいますから、はい。えー、ということで、えー、日本にね、あの、ミノサイルがね、向けられているっていうことも言ってましたけど、私はそんなに心配していません。どうしてかっていうと、例のね、 えー、国の人が、日本の土地と日本の水源地買ってますから、はい。もし本当にそういうものが飛んできたら、その水源地とかね、土地全部アウトですから、はい。<laughs> そういうことです。ただの脅しでございます、ああいうのは、はい。<laughs> まあ、そういうことです。冷静に考えるとそうなるんですよね。はい。えー、そういうことで、えー、いわゆるね、えー、そういったことにね、気を取られてもね。 えー、ダメですよということですね。はい、えー。とりあえずね、そういう面白い動きがあるという。はい。えー、各家庭に一つずつね、バックパックを配っているということです。はい。えー、バックパックです。中にはあ、いろいろね、非常用の水とか食べ物とかね、衛生用品が入ってますよということでした。はい、えー。まあ、配らないよりは配った方がいいという程度でしょう。 はい、えー。ちなみにね、これあのー、先ほどね、お友達が来て、えー、まあ、あの農家さんやってるんですけどね、あの、野菜をね、えー、この自然栽培のね、これ風浪豆ですね、えー、あ、風浪豆じゃない、こちらはね、 えー、うりずん豆です。はい。四角豆ですね。これ天ぷらにして食べたりとかね、えー、炒めて食べたりすると、バター炒めでもね、非常に美味しいです。はい。で、こちらが風マーーーー豆ですね。こちら、インゲン豆の長いやつですね。インゲン豆の長いやつ。はい。これも自然栽培です。あとね、赤じゃがですね。赤じゃがと、おまけです。 これ、おまけにゴーヤープレゼントしてくれました。はい。えー、ゴーヤチャンプルでも作ろうかなと思います。はい。まあ、そんなこんなでね、えー、今日も一日お付き合いありがとうございました。それからですね、えー、多分、もしかしたら今日、あのー、セカンドチャンネルに、えー、例のね、えー、水ハイズの方をあげたいなと思ってます。よろしかったら見に来てください。 はい、えー。今日も一日本当に、えー、ありがとうございました。もしね、えー、今日あ上がらなかったら多分明日あげると思います。すいません。<laughs> はい。えー、まあいろいろ翻訳しないといけないんでね。はい、えー。よろしくお願いいたします。はい。それでは皆さんまた明日もね、元気なお顔でお会いいたしましょう。沖縄おばばでございました。